さあ、すべてのカテゴリーが表彰終わりました。ここで今日優勝した選手をピックアップして、インタビューをしてみたいと思います。マイクをご用意いただけますと幸いでございます。NPCJ ジャパンクラシック、さあ今年から NPCJ オリジナルカテゴリーを新設しました。モノキニクラス、チャンピオンとなりました、遠本桃選手です。大きな拍手をお送りください。さあ、遠本桃選手、2連勝ということで、はい、初代チャンピオンモノキニクラス初代チャンピオン、そして、このジャパンクラシックもチャンピオンとなりました、今のお気持ちは？いやもう感無量でございます。ありがとうございます。本当に嬉しいです。はい、これ僕が見ての感想、はい、プラスアルファご自身でもコメントで書いてるんですが、前回エボルビアカップのモノキニクラスよりもさらに絞り込みました。あ、そうですね、結構絞って前回 15% ぐらいの体脂肪率で出たんですけど、今回は 13.3% ぐらい。はい、モノキニクラスはまあビキニほどこう絞っては逆に評価されないカテゴリーでも、そうですね、ギスギスになってしまうと逆にちょっとマイナス要素になってはい、まさに、今日優勝した遠本桃選手、まあ、ザ・モノキニクラスといったね、はい、ということで、パーフェクトスコアということで今日見事チャンピオンに輝きました。はい、スカパーオンデマンドをご覧の皆さんに、遠本桃選手フィットネスモデルとして、ね、広げていきたいじゃないですか、このフィットネスを盛り上げる、意気込み、そしてこのモノキニクラスを盛り上げる意気込みをどうぞ語ってください。はい、今フィットネスとグラビアを掛け合わせたフィグラ女子っていうのを広めていきたいなっていうふうに自分では思っていて。フィグラ女子。フィグラですね。なるほどね。フィグラ女子です。はい。はい、なのでちょっともうちょっとね、私も体を作り込んで、もっと女性がフィットネスにもっと踏み込みやすく、興味持ちやすくなれるように、自分が憧れになれるようにもっと頑張っていきたいなと思っています。でこれを見てもっとモノキニに興味を持ってくれた方がたくさんこのカテゴリーに出てほしいなというふうに思っています。ありがとうございます。以上、モノキニクラスチャンピオン遠本桃選手にもう一度大きな拍手を送りください。おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございました。インタビュー中なんですけれども、笠原大輝さん落とし物が届いております。ステージいらっしゃいましたらステージに取りに来ていただければなと思っております。さあ続いてはメンズアスリートモデルマスターズチャンピオン広沢健心選手です。大きな拍手を送ります。はい、広沢健心さん、今のお気持ちをお聞かせください。やっと勝てました。ありがとうございます。はい、今のやっと勝てましたの、言葉の中に詰まった思いとしては、健心さんはこの FWJ、NPCJ 常連選手でもあり、ファミリーフィジーク、そしてフィットネスモデル、アスリートモデル、メンズフィジークと幅広いカテゴリーで活躍してきてくれた選手でもありました。やっぱりね、グッとくるもあるんじゃないですか。いや、ちょっと涙がこらえてます。本当に感動しました。本当に自分を褒めてあげれる唯一の人は、ありがとうございます。今日はファミリーは来てるんですか？ません。スカパーオンデマンドは見てるんですかね？見てません。はい、見てください。本当にファミリーフィジークでもね、息子さんと一緒に出てくれて、最近ちょっと息子さんが大きくなりだして、今年一緒に出ようって言ったら今年はいいかなみたいな感じだったんですよね。はい、まあ、子供もね少しずつ成長して、大きくなってってね、パパの背中を、追ってまたこのスポーツの魅力を感じていただければなと思っております。で、広沢一家の魅力としてはこの地方大会にも健心さんは来てくれるんです。コンテストでに。で、どういうことかというと、旅行を兼ねて、各地、北海道、昨年は北海道ですもんね、家族と一緒にコンテストして、ボディコンテストをして、その後思いっきり楽しんで帰るという旅行セットのコンテスト出場のモデルでもありますね。はい、そんなスカパーオンデマンドをご覧の皆様、ファミリーで参加しようと思っている皆さんに、最後一言お願いいたします。はい、本当、
NPC で FW で本当にお世話になってます。おかげさまで家族円満に今日は来てくれないんですけれども旅行とセットで楽しく、ボディメイクをさせていただいてます。これからも、ずっとこのように旅行とコンテストセットで楽しんでいきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、努力が実った一日となりました。広沢健人選手に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。さあ、そしてスポーツモデル見事チャンピオンに輝きました佐野裕樹選手です。大きな拍手をお送りください。黒間さん、ぜひ一緒にステージをお願いいたします。さあ、佐野裕樹選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちは？いや、本当にこのタイトルだけが欲しかったので1位じゃなくてダメだったので本当に感動です。ここのコメントにも書いております。前回Y4 クラシック7位、前回の悔しさを忘れず過去最高の絞りポージングをお見せします。見事それが広間さんに評価され1位を取ることができました。広間さん、いかがでしたか？佐野さん の、 そのライフスタイルとか、そういうときに私も知ってるところがあったんで、ステージに上がって、前のコンディションによって上がって上がってたときは、私もやっぱ、目頭が見せられるものになってました。まあ、佐野さんにとって、今日はいい時間だったと思います。はい、スポーツモデル、今年からNPCJ、FWJ、そして、ナバジャパン、野本さんと一緒に、走ってまいりました。フィルさん、11月何日でしたっけ？22日。そうです、皆さん、22日に、フィルさん、ご自分でインフォメーションをお願いいたします。私たちが運営する大会、ナバジャパン、11月22日に開催いたしますので、よかったら皆さん見に来てください。はい、スポーツモデル選手がさっき聞いたらスポーツモデルだけで60名のエントリーがあるという、本当まさにザ・スポーツモデルの、ね、コンテストとなります。ナンバージャパン、江東区にあります東陽町駅が最寄りになりますホテル1-21で、スポーツモデル、ナンバージャパンのコンテストが行われます。そして来年度も、ね、3大会、予定しているということで、 NPCJ、ナンバージャパンともにフィットネスを盛り上げていきたいと思います。僕ばっか喋っててごめんなさい。主役の伊藤選手、はい、ごめんなさい、佐野選手、ごめんなさい、さらに名前を間違えるという大失態を犯す MC の座。さあ、佐野裕樹選手、これからスポーツモデルを背負って立つ選手の一人として、スカパーオンデマンドご覧の皆さん、そして会場の皆様に最後一言お願いいたします。どうこうやって会場に来てくださった方に自分の、ね、頑張ってくださって非常に嬉しいですね。スポーツモデルという競技が今後も、ね、いろんな方に広がって選手が増えていってもっと盛り上がるスポーツになったら本当に嬉しいなと思いますので、今後も応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 NPCJ ジャパンクラシック、見事スポーツモデルチャンピオンに輝きました佐野裕樹選手にもう一度大きな拍手を送りください。おめでとうございます。ありがとうございました。さあ、広間さん、ありがとうございます。じゃあ最後に、NPCJ、足立より皆様にご挨拶をさせていただきます。本日は皆様ご来場いただきありがとうございました。初の NPCJ 単独開催ということで、私たちもどうなることか当初は心配しておりましたが、このように大勢の選手と大勢の観客の皆様に支えていただきまして、おかげさまで成功に終わることができました。ありがとうございました。来年は、今のところ5大会 NPCJ の単独開催が、予定されております。2月、5月、6月、8月、12月と、5大会今のところ準備しておりますので、また皆様よろしかったらぜひ会場に足を運んでいただいて応援していただければ幸いでございます。はい、スカパーオンデマンドをご覧の皆さんにこの5大会の場所をお伝えいただけると、はい、でまず決まっているところですね。第1戦2月21日日曜日大阪、第2戦
5月3日祝日ですね、こちら東京になります。第3戦6月26日土曜日、こちら名古屋で開催されます。続きまして初の開催で8月8日日曜日長野で開催されます。12月が一応初旬予定なんですが、会場等まだ決まってないので決まり次第アナウンスさせていただきたいと思っております。ありがとうございます。さあ NPCJ 来年度は FWJ と分かれて、足立、野沢中心に運営してまいりますので、皆様応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日は皆様お忙しい中会場にお足をお運びいただきありがとうございました。そしてスカパーオンデマンドをご覧の皆様、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。